はい、皆さん、こんにちは。今日は120センチポリプ水槽の沈下性の餌やり動画の紹介です。まあ、これ主にね、ポリプたち、底物の魚たちが食べるんですけど、沈下性の餌ね。うちはもう FF ファームっていうチャームさんにね、お世話になってて。まあ、コスパがめちゃくちゃいいです、これ。800g で1300円とかなんで、普通のね、肉食魚の餌の中ではもう多分一番安いんじゃないですかね。こうやってね、沈むんですよ。沈下性だからね、沈む餌です。沈まないとポリプって上の方のね、こう浮いた餌だとどうしてもね、上にいる魚たちにね、先に食べられちゃうんで、あんまり食べれないので、まあ、沈下性ってことの沈む餌も浮く餌と違う日にポリプたちのためにこうやってあげるんですね。結構ね、安いんですけど、結構この餌、結構ポリプ結構がっついて食べてくれるんで助かってますけど、この餌ね、なんか不思議と、この上物っていうか、まあ、真ん中から上ぐらい泳ぐ、中層、上層とかって言うんですけど、その中層、上層の魚はね、あんま食べないんですよね。硬いんですよね。うちでね、あげてるアロアナスティックっていう、これもすごい安い肉食用のね、浮上性のこれ餌もあるんですけど、まあ、他の動画であげてますけどね、それに比べてね、もう見た感じ明らかに硬いし、触った感じも沈下性の餌の方がね、もう硬いんですよね。だからね、基本的にポリプ用にあげてるんですけど、ポリプが食べる、アロワナとかが沈む前に口の中に入れたりもするんですけど、見てたらもうほぼ出してます。硬いから、多分硬いのが苦手なのかな、アロワナは。他のキクラ、今ピクティ真ん中打ってるのも口の中入れなきゃ、あ、今出した、また入れた、こんな感じで、やっぱ硬いから、なんかね、砕きづらいんでしょうね。今出しましたね、また入れましたね。こんな感じで遊んでるみたいなね、餌で。ポリプは結構出しながら入れながらみたいな、その一回口から出してまた入れるみたいな食べ方してるのもいるんですけど、結局結構食べてくれて、まあ大体次の日の朝とかに見ると、みんなお腹がぽっこりと膨らんでて、餌も全部な消えてます。だからちゃんと食べてくれてるっていうのが分かるんだけど、次の日にね。結構ポリプってもう餌取るのがめちゃくちゃ下手なんで、なんでしょう、こう浮上性の餌なんかやってもほとんど、さっき言ったように中層、上層のね、魚に先に食べられちゃうんですけどね。で、このね、落ちる沈下性の餌も結構明るい状態であげると他の魚に取られて、今パロットとかもね、こう下の魚、沈下性のこの餌食べるんだけど、結構落ちてる餌でもやっぱ食べるんですよ。アロワナは食べないですけどね。気づけば食べるんですよ、やっぱ中層、上層泳いでる魚も、下の魚、下の餌をね。結局ほら、上に、浮上性の上に浮いてる餌も、下の魚が、ポリプたちが、この水槽だと下の魚になるんですけど、上に上がってて食べるのと一緒で、やっぱ、下に落ちてる餌でも、お腹がやっぱ減ってれば、やっぱ気づいたら、真ん中からね、上に泳いでる魚も食べちゃうので、割とそういう、オスカー水槽なんかそんな感じなんで、もともとポリプテルスね、下にずっといる魚なんですけど、大体ね。うちには結構泳いでくれますけど。前に、オスカー水槽にみんな入れてたんですよ。でもやっぱね、オスカー水槽だと、泳いでても上に方に行くとオスカーがつついたりして、なんかね、ポリプがね、下で動かなくなっちゃって、なんかポリプの魅力が半分しか伝わらないなと思って、
これオスカー水槽からこっちに移したんですよね、全部。そうした途端に泳ぐようになって、やっぱね、ポリプもあんまりこう他の魚気にしないんですけど、やっぱ上に泳いでたりするとちょっかい出されるのやっぱ嫌だったってことがね、すごい分かって、もう今はね、ほんと上に泳いでってもアロワナとかはね、ポリプにちょっかい出さないので、まあこの魚は基本的にポリプには全くちょっかい出しませんよね。だからすごいポリプのね、良さが、すごい魅力がね、すごい分かるんですよね。ちょっともう餌やりの話題から全然関係ないポリプの話になってますけど、まあまあいいと思うんでね、ポリプのいいところをね、そうそう、ポリプのための餌やりなんで、ポリプのこと話してて全然おかしくないんだけど、まあだから何を言おうとしたのかな。そうそう、オスカー水槽に入れてるときは、そうオスカーが下の餌も食べちゃうので、わざわざね、こう餌やる前に部屋真っ暗にして照明を落とすんですよ。で、自分がまあ照明を落とす前にこう餌やりの窓を、スライド式のね、窓のところをちゃんと手でね、確認しといて、真っ暗にしてからパッと入れてやってました。そうやってやんないとね、他の魚が食べちゃうので、暗くすると他の魚がね、やっぱ見えなくなるから餌を。その間にポリプがね、ポリプは基本的に目が悪いんで、その餌に対して目で見て食べに行くんじゃなくて匂いで行くので、真っ暗にしてもね、その匂いでこう行ってくれる、食べれるので、暗くしてこう揚げてたんですよ。そう、めんどくさかったんですよね、それが。まあ生漬けとかもやっぱ夜行性なんで、まあ、下の餌しかやっぱなかなか食べれなくて、同じようなことねしたりするんですけど、まあでもここの水槽だとね、こうやって明るい状態でね、沈む餌与えちゃえば、上のね、アロワナ中心に上の真ん中から上を泳ぐ魚はほとんど食べないんで、すごいちょうどいい、ちょうどいいというか、めんどくささがないですよね。暗くしてわざわざあげなくていいんで。パロットもね、これね、食べに行ってんだけどね、口小さいから、しかもこう沈む餌の方が硬いんで、食べてるようでね、こうやってあんま食べれてないんですよ。つっついてるだけでね、大きさもそこそこあるんでね、この沈む餌なんですけど。でやっぱね、沈む餌ってさっき硬いって話したのが、やっぱ硬いのはやっぱ沈みやすいんでしょうね、なんとなく。こんな感じで餌やり動画でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。